マッシュロバート・ボイドは、アメリカ合衆国ワシントン州、ベルビュー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のデトロイト・タイガース所属。愛称は、マティ・ビー。2012年の MLB ドラフト13巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、この時は入団しなかった。2013年の MLB ドラフト6巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。 契約後、参加の A 級、ランシングラグナッツでプロデビュー。A 級ダニーデンブルージェイズでもプレーし、2球団合計で8試合に登板して0勝3敗。防御率2.6223奪三振の成績を残した。2014年は、A 級ダニーデンと AA 級、ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して6勝7敗。 防御率3.1747奪三振の成績を残した。2015年は A 級ニューハンプシャーで開幕を迎え、6月14日にトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ昇格。さらに6月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のテキサス・レンジャーズ戦で先発してデビューしたが、6.2回を投げて3飛弾、4失点で、 敗戦投手となった。この年ブルージーズでは2試合に先発登板して0、勝1敗、防御率14.857奪三振の成績を残した。2015年7月30日にデビットプライスとのトレードでダニエル・ヌリス、ハイロレイバートと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。移籍後初登板となった8月5日のカンザスシティロイヤルズ戦で先発してメジャー初勝利を挙げた。 この年タイガースでは11試合に登板して1勝4敗、防御率6.5736奪三振の成績を残した。2球団合計では13試合に登板して1勝6敗、防御率7.5343奪三振という内容だった。2016年はメジャーで20試合に登板して6勝5敗、防御率4.5382奪三振の成績を残した。 2017年4月22日のミネソタツインズ戦で、ミゲル・サノに対して、小石球を狙った背中を通過する投球を行った、結果、サノに指を刺されながら激光され、これを止めにかかったジェームズ・マッキャンを、サノが王出し、両チームから選手が出てきて乱闘が起き、サノと同じく退場となった。9月17日のシカゴ・ホワイトソックス戦では9回、西までホワイトソックス打線を、 ノーヒットに抑えていたが、ティム・アンダーソンに二塁打を打たれノーヒットノーランを逃した。2020年は初の開幕投手を務めた。2021年4月1日のインディアンスとの開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。投園に電動入り投手のボブ・フェラーがいる。ありがとうございます。